エバース・カブレラは、ニカラグア・グラナダ県、何代目出身の元プロ野球選手、ウトリョ良ダ。2004年6月11日に、コロラド・ロッキーズと契約を結んだ。2008年に、A 級のアッシュビルツーリスツで121試合の、出場で、リーグ最多の73盗塁を記録。2008年11月にルール5ドラフトで、サンディエゴ・パドレスからの指名を受け、移籍。 2009年4月8日のロサンゼルスドジャース戦でメジャーデビューを果たしたが、有効骨骨折により4月20日から60日間の故障者リスト入りした。6月19日に復帰を果たし、103試合の出場でメジャー1年目を終えた。25盗塁は2006年以降のパドレスでは、最多パドレスの新人選手としては歴代5位となった。シーズン終了後には、 ニカラグアの最優秀スポーツ選手に選出された。2010年は開幕を遊撃のレギュラーとして迎えたが、打撃不振により76試合の出場に落ち込んだ。打率、208、1本類だ、22打点、10盗塁だった。2011年は、新加入のジェイソン・バートレットに追い出される形で、トリプル A 級ツーソンパドレスへ降格し、 メジャーではわずか2試合の出場に終わった。2012年もトリプル A 級ツーソンでの開幕だったが、バートレットの故障者リスト入りに伴い5月17日にメジャー昇格。その後はレギュラーの座を勝ち取り、115試合に出場。打率246日本塁が24打点、そして44盗塁で盗塁王のタイトルを獲得した。 オフの11月にはパナマで行われた第3回 WBC 予選のニカラグア代表に選出されたがチームは予選敗退に終わった2013年1月18日にパドレスと127万ドルの1年契約に合意前半戦79試合の出場で打率2914本塁打25打点34盗塁の活躍を見せ 自身初のオールスターゲームに選ばれた。しかし、バイオジェネシススキャンダルによって禁止薬物購入が発覚し、8月5日に50試合の出場停止処分を受けた。この年は95試合に出場し、打率2834本類が31打点37盗塁だった。2014年1月17日に、 パドレスと245万ドルの1年契約に合意した。開幕ロースター入りし、遊撃の定位置を再び獲得した。しかし、7月2日に、左ハムストリングの故障で15日間の故障者リスト入りし、7月29日に復帰したものの、8月12日に再び15日間の故障者リスト入りした。9月28日に故障者リストから外れたが、 出場機会はなかった。この年は90試合に出場し、打率、232、3本塁打、20打点、18盗塁だった。オフの12月2日にノンテンダー FA となった。2015年2月25日にボルチモアオリオールズと240万ドル、出来高の1年契約を結んだ。開幕後は、声優劇手である JJ ハーディの不審もあり、 先発起用されていたが、5月7日に、左足の故障で15日間の故障者リスト入りした。5月22日に復帰。しかし、最小覚悟は6試合の出場で、13打数3、安打と落ち込み、6月5日に、ィーフとなり、6月13日に放出された。オリオールズでは29試合の出場で、打率、208、4打点、2投類だった。 2015年7月15日にサンフランシスコジャイアンツとマイナー契約を結んだルーキー級アリゾナリーグジャイアンツで2試合に2試合に出場後7月23日にトリプル A 級サクラメントリバーキャッツへ昇格27試合に出場したが打率231と結果を残せず9月2日に放出された2017年1月7日に シカゴホワイトソックスとマイナー契約を結んだ。7月14日に解雇となる。2018年3月22日にラグナユニオンコットンファーマーズと契約。4月24日にトレードでユカタンライオンズに移籍。オフに解雇となる。ありがとうございます。